えー、こんにちは。じゃあ、いつかは公開というね、えー、例の動画シリーズ第2回になりますけども、あの、お金に縁がないっていう風に感じる方とか、お金に縁がないっていう言葉を口にされる方っていると思うんですよ。これは結果的に、思ったような収入が上げられてない、思ったような資産が築けてない人が、縁がないからダメなんだっていう風うに、まあ、責任回避なんですよ、これもね。じゃあ、お金に対する縁を自分がどう作っていくのか、 っていうところがまあお金持ちになれるかお金に苦しめられだから自らお金に縁をこちらから求めていくもんであって向こうからお金の縁っていうのがやってくるってことはないんですよねそれこそ御曹司の息子に生まれたんだったらお金の縁が向こうからやってきていやー俺生まれつきお金に縁があってねって言えるんですけどもいやそうじゃないってことが分かったわけじゃないですか。ブラーっとししてても別ににお金持ちなならないし まあね人並みの仕事もしくは人並み以上の仕事をしてもお金的に豊かにはならないでしょでそれはね人並み優れたことをやってもお金にはならないんですよで人並みに桁はずでのずば抜けたことやらないといけないんですよねそれこそ1万人中の1人ぐらいのことをやらなければお金はまあ集まんないですよね、まあ、YouTube やってもチャンネル登録が1万人超える人ってまさに YouTube をやってる人のの中でで0.01%らいの割合なんですよね。だからそこに来ると、まあ、ある一定のお金レベルはクリアできるよねってことになりますけども、まあ、チャンネル登録で、ね、1000人とか2000人がなかなかいかない人って YouTube で稼いでいくしっかりとした気づくっていうのは本当に難しいと思いますでそれに対してお金に縁がないって言ってるのはちょっと違ってじゃあお金に縁がないような暮らしや選択をしてきたのは誰なんですかってことを追求していかなければそこは永遠にお金が縁がないってことになりますよね。 女性に縁がないっていう人もいますけどもじゃあコンビニ女性のレジの人に呼びかけてますかとかねそういうこともあるしじゃあ自分の一番身近にいる家族例えばお母さんとかいるじゃないですかお母さんを彼女を招待するかのように丁寧に扱ってますかっていうところも女性のように引き寄せる意味でも大事なことなんですよだから一番,な一番身近な女性とか自分のことを大切に思ってくれる女性をないがしろにしといてね で女性に縁がないっていうのはそれは当たり前だよなって感じですよねだから女性という生き物を一人一人丁寧にもてなす気持ちでやっていればそれは女性の縁ができてきますよ、うん、だから向こうが何かしてくれない限りこっちからはね対応しないみたいなことをやってるから女性に縁がないっていうまさにそのものだというところですよねで仕事に関してそこそこやっているっていうのはこれはねあの単なる怠慢なんですよ で仕事ってそこそこ求められてるんじゃなくて全身全霊全能力をそこに叩き込んで,で足りない能力は次のチャンスまでに絶対に培ってくださいよっていうことの繰り返しでできてるんですよそれが経営者が人を雇う最大のメリットなんですよねなのにそれを期待されてるのにそこそこしかやらないとかね自分勝手な基準で給料レベルしか働かないかと言ってる人は別にいらないわけですよね 成長進化しない人材って単なる人の罪ってか人材でしかなくて会社のお荷物なんですよね。じゃあ人材って何を指すかっていうと人がそこにいるだけ人材で在在する、存在するっていう意味なんですよ。この人もいらないんですよ。じゃあ人材どういうことか人材、人の材料になる人。まあこれもいらないんですよ、はっきり言ってね。このレーベルでも会社っていらないんですよ。その人員はいれども人材なしって言葉がありますけども、まさにね、 人材っていうのは人の財産ですよ。会社の財産。失われたらものすごく痛いなーっていうふうに思われるぐらいの財産。つまり何をもって財産するかというと、集客力がありますか商品開発能力がありますかセールスする力がありますかその3点が整っている人が唯一人材なんですよ。プラス、その精度を高めていくために自己勉強をね、繰り返していくこととか、自己体験を繰り返していくってことです。会社の研修や、どっかの公的な試験がなければ、 取り組めないようだったら、こういう人はね、まあまあそう、まさにいらないんですよね。こういう人が50代、60代ではびこってるのが、この日本という社会なんで、どんどん衰退してるっていうことなんですよ。で、若者の多くも、将来の自分の働いてる姿に目を持てないっていうのは、 50代、60代で働いている人がダサいから格好悪いからそうなりたくないと思うから会社勤めがバカバカしいと思っちゃうんですよね。だから若者がバカバカしいと思うことを批判する意味があったら若者にバカバカしいと思われている自分たちの働きを振り返ってみないといけないんじゃないかなと思いますね。はい。えー、まあ、お金をね、えー、テーマにして今日ライブ放送をね、お話ししていただきましたけども、このテーマ、まあ、私たちが生きている限り終わらないテーマですね。 じゃあいつか公開第2話でございました。